さあ皆さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では、言い換えが重要というところです。そして、その言い換えはじゃあ、どっから見つかるんですかって言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、中央大学の長文行ってみたいと思います。皆さん、まず全体像をご覧いただくんですが、皆さん、第6段落までありましてですね、で、一つの段落につき内容一致問題がくっついております。で、皆さん、合計5問あるんですが、皆さん、そのうちの2問をご覧になっていただけると、他の問題に応用が効くかと思いますので、皆さん、まず2問頑張っていただきたいと思います。そして、皆さん、最終段落にですね、私立は稀な和訳がくっついております。ですから、これは、非常にこう、やりがいがある問題でございますので、内容一致問題と和訳、頑張っていきましょう。さあ皆さん、第1段落でございます。皆さん、この注釈がございました。判例ということでございます。これをお読みいただいた後、一つ目の内容一問題いきますね。さあ皆さん、一つ目の問題でございます。こう選択肢4つございますが、この中からですね、本文と合うものを一つ選ぶ問題でございます。で、皆さん、第1段落前半からいけるかと思いますので、ちょっと皆さん照らし合わせながらですね、正しいものを選んでいただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、皆さんがヒントにしそうなところにちょっと線を引っ張ってみました。で、皆さん、3行目のこの出だしの however ですよね、しかしながらということで、前後は反対、対比ということでよろしいかと思いますが、皆さん、この対比を示す表現がですね、あったら、その次の文章が正解のヒントになってくる可能性が高い。以前からお話はさせていただいているんですが、そこからですね、皆さん、選択肢選べるのではないでしょうか。皆さん、内容的にはですね、皆さん、パッションですね、情熱、それが doesn't seem to be necessary ingredient ということで、必要じゃないんじゃなかろうか。成功にとって。で、その成功とは具体的に何ですかっていうと、アカデミックサクセスということですので、学問上の成功ですね。それを成し遂げるためには、パッション、これは必要ではないんじゃないかという文章ですね。で、皆さん、選択肢の1番ですが、皆さん、単語だけをですね、読むと、なんか合ってそうな感じはするんですが、意味内容上ちょっと考えてみるとですね、この×を振ったところですね、人生の上で情熱があまり必要ないですよ、無駄ですよ。と、そこまで言い切ってるかっていうと、これはあくまでも学問上の成功でございますので、ちょっと人生全体まで、話を広げてしまうのは、いかがなものかということでございますので、1番は×ということでよろしいかと思います。皆さん、ちょっと2番をすっ飛ばして3番に行きますと、皆さん、選択肢の様のこの後半はですね、皆さん、このあたりに書いてありそうな感じはするんですが、本文中これが however で、前後反対になってですね、大事なのはこの、カセブ引っ張ったところですからね。ですから、選択肢の3番、この後半は大丈夫かなって感じはするんですが、前半ですよね、その証拠を見つけたか。と言われたら、本文中否定されておりますので、×ということでよろしいかと思います。皆さん、選択肢4番は、ザーレス点点点、ザーモア点点点。皆さん、ザー比較級、ザー比較級ですね。うんたらかんたらすればするほど、ますます点点点ということでいいかと思いますが、これが本文中にあったかっていうと、さすがにそれはないかと思いますので、これは一瞬で×ということでよろしいかと思います。で、皆さん、正解は2番ということでよろしいかと思います。もうお読みいただいてわかるかと思いますが、パッション、情熱っていうのは、アカデミックサクセスにとっては、必要ではございませんということですね。ですから、この下線部引っ張ってるところを、言ってるところを合致いたします。で、皆さん、
該当箇所、場所はどうなってますかっていうと、例えば、この辺りであれば、B 動詞の右側ですよね。で、みそこちらも B 動詞の右側ということで、情報構造バッチリです。さあ、皆さん、続いて第2段落でございます。念のため、一読をよろしくお願いいたします。で、皆さん、第2段落、続きでございます。さあ、皆さん、2つ目の問いですね。の選択肢、4つございます。これとですね、第2段落、前半と比較検討していただけると、正解が見つかるかと思いますので、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さんがヒントにしそうなところですね。ちょっと下線部を引っ張ってみました。どうでしょうかね。皆さん最初の方は、この PISA ですね、というふうに呼ばれているデータベース、まあ、それがありまして、でその後 OECD ですね、それはそのデータセットを利用できるようにし、でそれがなんか素晴らしいリソース、資源、源になっているんですね。でそれは私のような研究者たちに他に類を見ない、そういうものの見方観点を与えてくれるリソースだと言っておりますね。これで皆さん選択肢いけそうでしょうか。皆さんまず一瞬で削れそうなところにちょっと×をしてみました。選択肢2番であれば、先ほどの画面でもあった A から D の質問に対して、イエスと反応しているか、っていうとそれはさすがになかったので、バスということでよろしいですし、この選択肢の3番もですね、アンケートはアンケートなんですが、リーディングハビッツだけに特化しているわけではないので、3番もバスということでよろしいかと思います。皆さん選択肢4番、この PISA ですね。という話はあるんですが、パティシペイトインですね。参加したかっていうと、まあ、データベースの話ですからね、参加はしていないかと思いますので、×ということでよろしいかと思います。となってくると選択肢皆さん1番が正解ということでよろしいかと思います。その OECD のおかげでですね、人々、まあ私も含めて人々は、この PISA というデータベースを使うことができるという話ですね。でもちろん、このこう BISA と呼ばれているそのデータベース、それを利用することができて、それによってですね、私のような研究者たちにですね、類を見ないものの見方、それを提供してくれる資源ということでございますので、使うことができているというふうに言えるかと思います。デビさん、根拠にした場所ですが、例えばこの辺りであれば、前置詞の右側ですよね。そして、makes、一般動詞の右側。そして最後は、its、be 動詞の右側ということで、情報構造バッチリです。さあ、皆さん、最終段落で、皆さん、和訳でございます。皆さん、下線部引っ張ったところですね、直訳頑張っていただけるとよろしいかと思います。皆さん、下線部和訳でございます。皆さん、模範解答を上に書いておりますので、皆さん、こちらを皆さん参考にしながらですね、構文把握のところから行ってみたいと思います。皆さん、まず出だしは、フェザー、ステューデンツ、ということでございますので、もちろん、ステューデンツが主語。そして皆さん、be able to 不定詞で C ですね。もちろん、見たよということですので、他動詞。ですから、後ろのリンクが目的語ということでよろしいかと思います。そして皆さん、between は前置詞ですので、括弧して M という感じにしておきますね。こんな感じでいいかと思います。そして、皆さん、オレンジで動詞を示しましたが、皆さん、その右がですね、メインハブ点点点、別の動詞が出てきましたので、ちょっと皆さん、色分けさせていただきますね。もちろん、ハブは持ったよーということですから、何をーですので、他動詞。で、皆さん、クリティカルリザルツが目的語。そして皆さん、フォーソサエティは前置詞プラス名詞で全体で M という感じでよろしいかと思います。で、皆さん、この青色の動詞に対する、じゃあ、主語は一体どこですかということなんですが、皆さん、色分けをするとですね、間違いを防げるかなって感じがいたします。皆さん、メインの主語どれですかって言われたら、まあ、
普通、なんでしょうね。あんまり得意じゃない方はですね、なんか直前のなんかこの辺かな、みたいな、ことを考える方も実際いらっしゃるんですが、これ前置プラス名詞で全体で M。こうやってカッコでくくる習慣があるとですね、これは絶対 M になりますので、ですから、主語にはならないな、という判断がしやすくなるかと思います。で、皆さん、こっちは皆さん、これで、オレンジの他動詞に対する目的語ですからね。で、じゃあ皆さん、主語ないんじゃないか、っていう時に、皆さん、気づいている方もいらっしゃるかもしれませんが、動詞の直前にですね、主語らしきものがなければ、その手前全部が主語ですよ。というふうに実は判断することができますので、ですから皆さん、フェザー点点点からこのオレンジの一番最後までですね。これが大きく主語ですよというふうに判断できるんですね。ですから、構造は皆さんこういう感じになりましたので、あとは訳す順番でございます。で、皆さん、主語が一般的に最初かと思いますので、多分このあたりからいくと思います。生徒は、学生たちは、だと皆さん、動詞はなるべく後ろの、まあ、最後の方にですね、回した方が自然な感じになるかと思います。そして皆さん、以前からお伝えはさせていただいてるんですが、皆さん、前置プラス名詞は、右側から左側、こんな感じですよね。に、遡っていただけると綺麗に決まってきますので、おすすめでございます。ですから、生徒は、学生さんたちは、between their present and future ですね。現在と将来ですね。との間のリンク、つながりですね。で、つながりを、見て取ることができる。もしくは見ることができる。で、あとは最後、接続詞に戻していただけるとよろしいかと思います。ですね。ですから、見ることができるかどうかが、May have critical results for society ということですね。で、皆さんもちろん前置詞プラス名詞ですから、こんな感じ。ですので、5番目の次ですから、6番目。そして、results にかけていただいて、で、最後皆さん、動詞につなげていただけるとバッチリでございます。こうですね。ですから、生徒さんは、学生さんたちは、現在と将来との間のつながりを、見て取ることができるかどうかが、社会にとって決定的な重要な結果を持つかもしれませんということでよろしいかと思います。さあ皆さんお疲れ様でございました。中央大学経済学部でございましたが、皆さん内容一致問題、そして和訳でございますが、取り立ててですね、もう手も足も出ませんというレベルではなかったかと思います。ただ、特に皆さん内容一致問題はですね、やっぱり当日、めっちゃ簡単やな、っていうぐらいの感じで解かなければですね、なかなか合格は難しいんじゃないかと感じがいたしますので、ですから、試験当日余裕を持つためにも、やっぱり総計レベルですかね。で、やっぱり練習する必要性があるかと思いますので、ちょっと皆さん、記憶に留めておいていただけるとよろしいかと思います。そして皆さん、和訳なんですが、これはもう別に直訳、なんか、こった和に訳ですよね。それはいらないかと思いますので、皆さん直訳を心がけると、採点感が採点しやすいようにやってみるというところがおすすめでございます。いけますかね。ですから、一応皆さん、このあたりもやっぱり踏まえながら、高校英語、やらずスタディやってまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。